夏までは絶望的な状況だったんですけど、まあ、やっぱり私たち駅伝に強いなってすごく思うのが、本当に駅伝をこう間近に迫ってくるにつれてどんどん上がり調子で、今この1年の中ではみんなが一番いい状態に持ってきてて、しっかり優勝を狙って走れるっていうところまで来てて、本当に明日が楽しみです。まあ、中心としては、まあ、やっぱ3年生が多くて、あの勢いあるその上野なんかも今までずっと B チームで、そんなこう駅伝メンバーに絡むなんて思っていなかったと思うんですけど、でも本人もすごく努力してここまで追い上げてきて、で周りもそれに感化されるようにこうしっかり負けないっていう気持ちでやってきて、チーム全体としてこう切磋琢磨してこれてるなっていう風に、なので、まあ全員があのそれぞれ持ってる力をちゃんと発揮すれば、あの優勝できると思います。まあ8連覇っていうのはすごく偉大な記録で、私たちのこれまでの先輩方が必死に積み重ねてきて、この今7連覇中っていうことなんですけど、でもその偉大さにひるまずに、こう自分たちのチームなので今年の一勝っていうのはもう私たちだけの一勝なので、しっかりそこはこう気負わずに伸び伸びと勝って、あのそこに8っていう数字がついてくるだけかなっていうふうに思ってます。まあ、絶対負けたくないですね。やっぱりここまで勝ってきたプライドっていうのもありますし、まあ、自信っていうのも人並み以上にあると思ってるので、その自分が持てる力をしっかり発揮して優勝して負けなしで終わりたいです。